回もヤットのマリナさんにご出演いただいています。お願いします。マリさんいかがですか。こんないい子はいないよね。いや本当にこんないい子はいないよ。え、高校時代何やってたんでしたっけ。献血部ボランティア部ボランティア部だ。本当献血部なんかねえよ世の中もう血抜きたい血抜きたい、ね、ヤクノさんの前で血抜きたいしかなかったから。ごめんなさいね。いい子だよ。デビュー前で忘れられないエッチを教えてください、うん。まあ、唯一あるとしたら特急踊り子事件っていう。何ですかそれ。2時間ね、火曜サスペンスみたいな感じ。本当ですね、やばそう。何全然その座席でエッチしたっていうだけなんですけど。じゃあ言い方だよ。なんかとんでもない事件かと思ったけど。あ、でもそう、西村京太郎さんのね時刻表を照らし合わせてみる韓国が可能かどうかみたいな。え、もしかして個室のついてるサフィール踊り子。え、何ですかそれ。違う、あの4年前から運行を始めた全車両グリーン車の交通、あ、移動手段というよりも乗ることが目的の電車です。スポンサーに JR ついたんですか。なんか急になんか入ってきたからごめんね、うん、詳しすぎない。あ、違う、それじゃない。違う、私はもう普通の普通席で踊り普通席で逆にしたの。普通席でドキドキしちゃうよ。踊り子したんだ。踊り子になっちゃったかな。すごいね。それピーティーで言うと対面デートとかになるんですか。いや、バックで。バックでしましたね。さすがにその駅弁的ならないですね。そんなうまい、そんなうまい踊り子で駅弁しちゃったなんつって。そこまでうまくはない。いかがですか。どっちからなんですか。その彼氏から、それとも自分から。なんか雰囲気、人があんまりいなかったんで、ちょっと人がいなかったらしちゃっていいなんてないけど、隠れてチューしちゃうみたいな。チューしてたらちょっとムラムラしてきちゃったから。え、でもさ、チューしててさ、バックにはならなくない。なんでしょうね、対面っていうのがちょっと難しそうじゃないですか。そんなことないか。的にえ、バックは窓にこう手をついてやったんですか。いや、この前の座席にこう、こういう状態。結局さ、この椅子の幅がさ、うん、こう手のやつとかもあるから、あ、そうか、邪魔で当たっちゃうのか、立っちゃうとか、そういうことなんですかね。そうなんだ、頑張ってこう。すごい、機動隊の人がこうさ、こう盾を持ってるみたいな、そういう状態ですね、こう。そういうこと。え、一駅で終わるんですか。その一回駅で止まったら一回こう直して。あ、もうバレないように速攻で終わらせました。あ、そう。すごいね、もうそれは特急踊り子事件ですね。デビューしてからはどうですか。デビュー作で初めておもちゃを使いまして、うん、運命の力ってすごいなって感動しちゃって。運命の力よね。で、バイクを買いました自分で。あ、バイクですか。あ、こんなものがあったんだっていう。そう、もう感動なんです、本当に。すごいってなっちゃって。え、バイクはどういうところが良きですか。自分の指じゃこう届かないところに来るじゃないですか、うん、確かにいい、ね、奥まで行けますね。かゆいとこ手が届くじゃないけど、そんな感じなんですね。そんな感じです、男優さんとのエッチはいかがですか。これも本当に感動しちゃって、はい、プロってすごいんだな。どうなんですか。プロと歴代の彼氏の、なんかそう、プロの人は無駄な動きがないんですよ。何、最小限の動きでもうすごい、あー、やばい、気持ちいいみたいな。ごめんなさいね、ちょっと急に。いやいやいや、素人は無駄が多いんですね。そうなん、なんか本当に腰のこの最小限のこの動きだけみたいな。本当にすごい。これはちょっとプロじゃなきゃできないんでしょうね。そう、野球の大谷選手とかも、はい、こう打つとき頭がぶれないじゃないですか。そこまで注目してみてませんね。僕らはさ、そうなんだね。そう、何かを極めた人ってやっぱ無駄がなくなるんですよ、きっと。確かに。え、野球詳しいんですか。あ、全然なんでじゃあおさらで言ったのよ。なんすかそれ。やっぱ極めた人ってすごいんだなっていう。でも大谷のスイングでそれが分かるんだ。分かります。で、大谷のスイングをエッチにうまく使っていくしかないですね。だから軸をぶらさない。でも大事そう。大事ですよ、多分、うん、多分上手いですよ、大谷。でも確かに正常位の時にめっちゃ頭動いてたら嫌だもんね。いないでしょ。いないでしょ、今まで正常位の時にすごい動けたっていないんだって。動いてたら嫌だもん、ね、いないよ。でも腰の動きはあるかもしれない。いや、腰の動きは多分あると思いますよ。ありそう。なんか、うん、無駄がないんでしょ。逆に無駄な時どんなでしたっけ。なんかそんな動いてましたっけ。僕らその初めての時ってぎこちなかったんでしたっけ。
いやでも今だって上手いわけじゃないでしょうけど、最小限の動きとこれが こういうなんか軸の起点が高くなったりするんじゃないですか。だから手を抜くんではなく、この力を抜く感じがやっぱプロってのあるんですかね。力が抜けていくんでしょうね。ありそう。なんかちゃんと与えたこの分を逃がさないようにうまいこと ここを手やったら OK とか、女の子のここを持ったら無駄なしみたいなね。そうもう動かないように、あー気持ちいいってなっちゃうんです。あるよね。ありますよね。あと信じられないぐらい回数やってたからね、その一回で元取ろうってわけじゃないけど。え、そんなに変わったの？もう一回やっていいですかねなんつって。もう一回やっていいですかねなんつって。なんで敬語なんだよ。僕じゃねえか。まだ時間ありますよねなんつって。自分の作品を見てみてどうですか？いやもう恥ずかしくてもう見れないんですよ。恥ずかしいんだ。何が恥ずかしいんですか？なんか超恥ずかしがって、デビュー作なんか特にめちゃくちゃ恥ずかしがってて、なんかうわ見てらんないってなっちゃって、それを見てたいですよね。恥ずかしく見てらんないってのを見てたい。でもサンプルを見て以降もう恥ずかしくてもう一切見ないです。見ない派だ。自分の作品を見ても見ましたよね。サンプルちょこっとだけです。どうした自分のエッチって。いや、ウケるな。ウケる。そんな感じなのね。いや、ウケるな。そうなんだ。小島さんは自分の作品ご覧になられたりは？私もサンプルちょっと確認程度で見るんですけど、基本的に見ないですね。ちなみに確認って何確認するの？この時、私顔可愛いか？あでもそれがシンプルだけど、それが一番ベストなわけだね。そう、顔が可愛ければ OK かなって思ってて、だちゃんと見て、あ大丈夫だ、OK、もうそれだけですね。あこれも今プロとしてのあれじゃない、うん、いろんなところを見るわけじゃなく、そこがまず大事かっていう、まあ、意味じゃプロの視点だよね。そうなんですかね。セールスポイントを理解されてらっしゃるからね。そんなことないですけど、ね、実際サンプル見て可愛いんですか自分は。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。みんな見て、ずっと可愛いから見て。え、なんかその触れ内容とかって多分好き好みが皆さんあるじゃないですか。だから全員のその好みに合わせることは無理だから、でも顔は可愛い子みんな好きじゃない。だからもう顔が良ければ OK。今の可愛いでこう拍手が起きたじゃないですか。多分今日本で一番平和でしたよね、ここ。多分。いい現場だな。嬉しい。でも撮影は本当に楽しくて。いろんな役やらせてもらえるじゃないですか、うん、この間とかも JK をやらせてもらって、そうやっぱりこのフィクションっていうかファンタジーの世界、すごい楽しいなって感じでやらせてもらってます。いいね。これからやってみたい作品ありますか？私これずっと言ってるんですけど、ピカモノをやりたくて。おピカされる、もうされる側がいいです。もうやりたいの、はい。なんでなんで、うん、それこそめちゃくちゃファンタジーじゃないですか。確かに実際あったら犯罪だもんね。そう、犯罪だからこそ、うん、この作品の中で楽しみたいなみたいな。でも実際には最強戦ではね、もう毎回行われてるわけですもんね、あんな。ね、危ない。ダメですよ。ね、ダメだよ。ダメですけど。ダメですけどね。10人ぐらい、20人ぐらい。あ、もう10人ぐらい。最初はこうね、一人に倒されるんです、私は。あ、されてて、うん、どうしよう、助けて誰かってパッて周り見たら、実は周りもニヤニヤしてて全員グルだったみたいな。 あるあるある。え、どういう絶望を感じたい。全員悪だったんだみたいな。みたいな。え、なんかのりさんとかそのグルの役にいそうだもん。なんだこれ、やめろよ。あれ最初にやらなそうな感じの雰囲気ありましたよね。ちょっとそれ褒めてる？褒めてる？デスってるよね。デスってますよね。どうせやるなら一番初めに来いと。そうじゃなくて、何言ってんのみたいな感じで。どれやろ、ええなんて言いながらさ。お尻ぐらい触ってきそうな。やってんぞ、やってんぞ。大丈夫って言うんだ、俺ねえなんて言いながら触ってきそう。小物役としては。続けて恒例の勝負下着教えてください、うん、どんなショーパンがお好きですか？私はですね、紐じゃないんですけど、リボンついてるちょっと可愛いやつ。いや、そうプレゼントですよみたいな感じだ。え、そうそうそう、そうそうそう。何色なんですか？
青か。青って言ってもら、濃い青と薄い青とかいろんな青があるじゃない。結構濃いめですね。あ、濃いめの。今日着てますよ。今日勝負してきてくれてるの。ちょっと大事な大事な日なんで。想像しちゃいます ね、 ねえ。でもせっかく来てきたら見せもらいますなんて。ダメだよね、はい。最後に一人組手事情を伺いたいと思います。直近1週間で何回されましたか。ちょっと待ってくださいね。あら、いいね、真剣ですよ。え、マジ覚えてない。10回以上はしてます。1週間で。いっぱいしてる。昨日が3回とかなんで。昨日3回。すごいね。え、昨日の3回詳しく教えて。ねえ、3回もだよ。だって大谷の6打数6安打と同じぐらいの大活躍ぶりを見せるわけですよ。なんで3回連続。2回は連続ですね。時間帯は、わ、昼間。昼間にするの。昼間に2回して、夜寝る前に1回してます。あ、超分けたんだ。え、おかずは何ですか。おかずは、あの、今までで良かったエッチを思い出して。はぁ、え、昨日は何、どういうやつを思い出したの。昨日は、あの、昨日はその昼間のは、その撮影ですごい良かった時のを思い出して、うん、で、夜は、あれですね、自分の作品を見て興奮してる人がいるっていうのを想像して。へぇ、エロ、エロすごい。だからファンの方とかそういうことですよね。ファンの方とかは、あ、そうです、ゆくまんちゃんの作品見て興奮してるだろうなを想像してるっていうか、なんだろう、作品じゃなくても、うん、もしそのしてるところ、現場とかのを見られてたらどういう感じなんだろうなみたいなの。すごいですね。エロさに奥深さがあるね。とてもボランティアしてる感じはないですもんね。本当ですね。いやー、半分渡してヘチヘチだよ。菓子折りまで持ってった子が今じゃあですよ。だから図書館とかで勉強してる子だって何考えてるか分かんないですから ね。 ね、ああいう子ほどエロいんですよ。ああいう子ほどエロいんですよ。確かに。説得力があるのかな、これも。そう思いましょうよ、ねね。最後に趣味を教えてください。趣味ですか。本当にめちゃくちゃ個人的な話になっちゃうんですけど、うん、あの VTuber が好きで。なんでっていうか。なんで。なんかやっぱこういうこと言うとファンの人に怒られちゃうんですけど、うん、絵だからビジュアルがめちゃくちゃいい。そうね、かわいいみたいな。そうだよね。あ、かわいい感じの VTuber さんなんだ。そうですね、女性の VTuber さんが好きで。あ、女性の VTuber さんかわいいです。その方をよく見てるんですか。はい、癒される。癒される。VTuber の方がもうずっと VTuber でいるしかない、いた方がいいよね。その夢を壊しちゃうといけないからね、うん、急になんか勘違いして出てきちゃった。本当にお願いします。顔出さないでください。本当にお願いします。夢を壊さない。今週のゲスト、ヤックのマリナさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。